静岡市では台風15号の影響で取水口に詰まりなどが発生し、およそ6万3000世帯に断水被害が起きています。すでに中部地方から給水タンク車10台が派遣されていましたが、名古屋市から給水タンク車1台や職員らが今日追加で派遣されました。かなり断水状態が続いているということで、地元の皆さんかなりお困りかと思いますので、少しでも力になれればいいなと思って、はい、頑張ってきます。断水被害の長期化が予想されることから、名古屋市は要請に応じてさらなる追加の派遣も予定しています。